次に示しますのは、支持エネルギーが1日1600キロカロリーの方を対象にした場合の食べ方です。ご飯、3分の2食べる。具は、全部食べる。疲れ気味の方へ、親子丼の具の材料は、言うまでもなく鶏肉と卵ですが、鶏肉の代わりに、豚肉を使ったものを、他人丼と言います。 豚肉には疲労回復に有効なビタミン B1 が豊富に含まれこのメニューの豚肉の量で1日に必要なビタミン B1 の3分の1量を摂ることができます栄養バランスが優でないのは豚肉が 45g しか入っていないためですタンパク質が必要量に達していません店によっては豚肉の量が多いこともありその場合は U となります